さあ上町にやってきました。見てください、この美しい景色。ここでは今夏の魚が旬を迎えているそうなんです。兵庫県の上町霞といえば松葉ガニや霞ガニなど冬の味覚が有名ですが、実は夏のこの時期にしか味わえないとっておきの海の幸があるんです。ということで今回は霞で夏の味覚を調査してきました。まず向かったのが、まずは西友カニ市場にやってきました。霞といえばやっぱりカニですよね。でも今の時期ってカニが旬の時期でしたっけ？西友カニ市場は霞の新鮮な魚介やカニなど水産物から加工品までを取り扱う人気のお店。ここで食べることができる旬の味覚とは？今この霞で旬といったらやっぱりイカですね。はい、イカですか？中でも一番高級な白イカ、この山陰しか取れないイカなんですね。そう、実は旬を迎えているのはカニではなく白イカ。イカの中でも最高級とされる白イカは水温が低く流れの厳しい日本海で育つため、肉厚で甘みが非常に強いんです。中でも西友市場さんでは幻と呼ばれるイカがいるそうなんですが、こちらの方にイケスがずらーっと10基並んでおります。イケスいっぱいあります、はい、すごい、はい、イカ、はい、そうですね、イカがいます。これが幻の泳ぎイカです。すごい、イカ泳いでるの、こんな風に見るの私初めてかもしれないです。そうですね、なかなかね、イカは非常に敏感ですぐ死んでしまいますんでね、なかなかこのお金も生きたまま持って帰るというのはもう本当奇跡に近いんですね。非常に新鮮繊細な白イカはこの3トン水槽の中にも泳いでいるのはわずか10匹程度。これ以上入れてしまうと水質の悪化やストレスにより死んでしまうのだそう。デリケートな、厳重な水温水質管理のもとようやく生きた状態で出会えるまさに幻のイカなんです。そしてこの白イカ、隣接されたレンガ亭で取れたて超新鮮な状態でいただくことができるんです。見てください、めっちゃ豪華、イカ丸々、いいなこれ。そうですね、1匹丸々使っております。透明感がこれ輝いてますよ、動いてるんですけど、これが本当のカツイカなんですね。カツイカ料理です。まさに夏の旬にふさわしいこの鮮度と透明度。ではでは早速いただきます。ではでは、あ、綺麗、あ、あ、もう、でも綺麗、輝いてます。じゃあ、生姜醤油つけていただきます。生姜醤油なの、はい、イカはいかがですか？もうイカってこんなに美味しいんですね。歯ごたえがすごい、どんどん噛むごとに甘さが倍増されていきますね。で、このコリコリ感はもうこのカツイカだけなんですね。これを楽しんでほしいですね。さらにゲソと耳の部分はこちらの陶板焼きでいただきます、バターバター、おいしい、甘い、バター、火を通すことで甘みがマッとしますので、贅沢やわ、これはたまらん。ここだから味わえるイカの新鮮さを生かした味わい、生かしてますね。いかがなもんかね。上手ですね。旬の白イカを満喫したところで、海に来たらついつい食べたくなるあれを求めて、続いては魚屋原徳さんにやってきました。店主が毎日競りで仕入れてくるという魚は鮮度が高く味がいいと評判。このお店で食べることができる人気の商品がこちら。見てください、この豪華な海鮮丼、しかも炙ってあるんです。めっちゃすごい。こちら白イカ、スズキなど旬の魚をはじめ、ヒロマサ、ヒラマサ、甘エビ、さらに炙りにした最高級、高級魚のノドグロ、そしてサワラが乗った前浜海鮮炙り丼。店主が炙りに適した魚を吟味し、より魚の味を引き立てたという、なんとも贅沢な一品です。とろける、めっちゃ美味しい。もちろんそのまま食べても美味しいお魚だと思うんですけど、炙ることによって脂の旨味がとろっ
としてすごく濃くなります。では続いてスズキ、これも見るからにプリプリなんですよ。ほら身が分厚いの。淡白なんですけど旨味がしっかりあって、何よりこのね弾力、新鮮やからこそのこの味わいですよね。この丼ぶり一つでこの地元で獲れた新鮮なお魚がこんなにたくさん味わえるって、これここだけの贅沢ですよね。そして最後に訪れたのが今注目のかすみの新たな名物を作っているというこの小さな漁港。ここで作られているものとは、この小さな漁港で新たな試みをして注目されているある海産物を作っている人がいらっしゃるそうなんです。それがこの建物なんですけれども、ここで何を、失礼ながら見たところどこでもよく見る掘ったて小屋、恐る恐る中を覗いてみると、失礼します。うわ、なや、すいません。はい、ここでね、なんか注目されてる海産物を作ってはるってお聞きしたんですけども、はい、何ですか。実はね、はい、なになになに、お、これなんですよ。これってそうです。なんとこちらで作られていたのはアワビ。かすみの美しい海で育てられた栄養豊富な昆布を食べて育ったアワビはミネラルと旨味成分がたっぷり。実はこの餌となる昆布がアワビを養殖するきっかけとなったそうなんです。最近あの地球が温暖化になっていますよね、うん、その関係で海がねすごく温度が熱くなってきて、海水に磯焼けという現象が起きているんです、うんうんうん、磯焼けとは海洋環境の変化やウニなどの大量発生により海藻が著しく減少消失すること。島崎さんは昆布を養殖することで磯焼けを防止する活動を行っているんです。とはいえ冷たい海で育つ昆布は海水温が上がる5月頃に枯れてしまうそうで、毎年刈り取って新たに養殖するんだそう。刈り取った昆布を有効利用するためにもアワビの餌となる昆布を使ったアワビの養殖が始まったんです。我が家の、こだわりはですね、昆布だけしか与えてないんです。え、ちょっと味が気になるんですけど、はい、じゃあ食べていただきましょう。味に自信のあるここ三島丸さんのアワビ、養殖場ならではのここでしかできない食べ方があるそうで、え、ちょっと待って、豪快にもう肝ごと食べてください。ちょっと待って、こっちから、はい、どうぞ。 ありがとうございます。え、すごい勢いに押されて持ってしまったけど、動いている、動いているよ、動いている。え、嘘でしょ、動いてます。いただきます、はい、いただきます。そのまま醤油つけるんだよ。だって今これ生きてるのもない。そうだね、うん、おいしい。で、これ貝の旨味がした後に昆布の味がします。そうなんですよ、この昆布の味がするんですよね。昆布だけを与えておりますので、はい、水槽の中にもね砂とかそんなんがないでしょ。水も澄んでてすごい綺麗ですよね。天然物はね、アワビとか食べるとどうしてもあの砂が入っていたりって言いますよね。我が家はもうそんなことはないです。丸々アワビを食べられるのもなんとも贅沢な話ですよね。ちなみに三島丸さんのアワビはお取り寄せができますので、興味のある方はぜひ。そんなアワビをお家で美味しく食べる方法をカニ工房丸屋さんをお借りして教えてもらいました。丸屋さん、では早速何から作っていきましょう。はい、まず、お作りから作っていきます。はい、でまず、下処理としまして、表面の汚れをたわしで、しっかりと洗っていきます。はい、たわしがない場合は塩を塗り込んでぬめりと汚れを落としましょう。洗い終わったら身の薄い方からスプーンを入れて貝柱を外していきます。貝殻に沿うようにゆっくりと外すといいそうですよ。貝柱あんねや、
で肝があるので、はい、肝を破かないように、うん、これが肝になりますので、はい、で次これ剥がしていくんですけども、うん、肝を破かないようにゆっくり手で、はい、このようにしたら簡単に外れますので、はい、そして肝をアワビから外し水分を拭き取ったら真ん中に飾り包丁を入れていきます。あとは斜めに5ミリ程度の厚さに切っていけばアワビの刺身の出来上がりです、はいはい、さらにもう一品こちらのバター焼きをご紹介したいと思います。先ほど同様にアワビの下処理を行ったら貝柱を外しておきます。飾り包丁を入れたら1センチ角のバターを3つほど入れ中火で焼いていきます。あとは焼き色がついたらひっくり返し軽く火が通ればアワビのバター焼きの完成です。まずはやっぱりこのお刺身からですよね。いただきます。うん、このコリコリコリっていう食感がいいですね。昆布のふっと香る感じがやっぱりこのワオミの美味しさですよね、はい、さらにバター焼きのお味はというと、お、柔らかい。全然この火を通すと食感と旨味の出方が変わりますよね。あの火を通すと昆布の味というよりもアワビの味がしっかりこうガツンときますし美味しい。皆さん夏のかすみの味覚いかがでしたか。白イカに海鮮丼にアワビ、夏のかすみも美味しい海の幸が盛りだくさんでした。いやもう今日本当にどれも美味しくて満喫しました。かすみはね冬だけじゃないんです。この美しい景色と美味しい海鮮を食べにぜひ夏のかすみに遊びに来てください。